じさんに頼んで空き家を探し、母さんとイサムと私を疎開させようと考えているようです。私には水路部での仕事があるの。久ちゃん、手紙をありがとう。東京の空襲のことを知り、君のことを案じていました。やばい、うわやばいやばい。そして何か君が無事に終わった。ダメだな。命を奪われた多くの人々のことを思うと胸が痛みます。今年の七夕には、なんと多くの人々が天の川を渡ってくることだった。空襲で焼かれた人々、帰らぬ人々の仲間たち。左方向です。その先、斜め方向です。どうか元気で、はい、生きていてください。どこにいても、私はベガを見上げ、ちょっとやばいぞ、君の幸せを祈っています。